旅人、パイモン、それにシトラリー、ちょうどいいところに来た。隊長の行方が分かったぞ。え、本当か？よかったぜ。実はこっちも、さっきオロルンの記憶を盗み見たんだけど、とんでもないことが分かったんだ。いや、盗み見じゃなくて、保護者の許可をもらって、それも違うか。落ち着いてパイモン、私から説明するわ。実は、そうか、地脈を再構築するために古代の非現装置を探していたんだな。彼が動き始めたということは、目的を達成する確実な方法を見つけたに違いない。すぐに止めなければ。その再構築って危ないことなのか？ああ、修復と違って再構築は地脈に現存する全てを捨てることになる。神の心を使う時に支払う代償に似ている。装置が起動したら手の打ちようがなくなる。急いで人手を集めよう。こんな状況だけど当てはあるのか？キーニチ、シロネンに君たち、それから私だ。他の選手は皆前線でアビスに抵抗している。それだけかよ。お前は力を失ったんだろ。向こうにはあの隊長がいるんだぞ。シトラリがオロルンをとっ捕まえてボコボコにしてやったらなんとかなるのか？それでも隊長にはかなわないだろうな。それから名演の主の守備網を至急強化しなければならない。シトラリ、集落に戻って加勢してもらえるか？ええ、何を優先すべきかは分かるもの、すぐに向かいましょう。オロルンのことはオイラたちの方で何とかするから、心配しないでくれ。ありがとう、よろしくね。先ほどの話の続きだが、必ずしも隊長を倒す必要はない。私に一つ案がある。少し待っていてくれ。シロネンとキーニチを呼んでこよう。現状、オロルンは隊長と行動を共にしている。彼らの計画は止めなければならない。隊長が凄まじい力の持ち主であることは事実だが、尻込みする必要はない。正面衝突を避け、より穏当な方法で解決すればいいだけの話だ。彼らの計画の鍵となるのは非現装置だ。こちらの強みを生かし、手分けして装置を壊せば目標は達成できる。私も一緒に行こう。もし正面衝突が避けられなくなったら、私が隊長の足止めをする。待ってください、それには賛成できません。エンジン様は皆の指導者です。ましてや力を失っている今、足止め役をしていただくというのはいい戦略には思えません。キーニチに賛成、うちらに任せた方がいいって。まずは計画を聞いてくれ。キーニチ、ファデュイの防衛線を正面から突破するようアハウに頼んでほしい。隊長が最前線にいる可能性はない。彼ほどの老練な戦士なら、装置に近い場所に陣取って計画がつつがなく進むよう見守っているはずだ。騒ぎを起こして奴を引き離すということですか？いや、ファデュイの主戦力を正門に集中させるのが狙いだ。こちらは少人数だから、戦力の消耗を抑えるためには敵軍を避けた方がいい。シロネン、古代遺跡の周りに装置に近づくためのトンネルを掘ってほしい。小玉の子の得意技だろ。そうすれば直接装置を壊せる。なるほど。となると作戦の成功はシロネンの手にかかっているわけですね。その通りだ。だから私と旅人もシロネンに同行する。キーニチほど騒ぎを起こすのにふさわしい人材はいない。私でさえあそこまで派手にはかませない。
それぞれの役割を果たし、隊長の防衛線を突破しよう。お任せください。了解。早速行こう。敵陣に入ったら油断しないようにね。あんたが隊長と対峙する事態だけは避けたい。うちらにとってあんたは重要な存在だからね。あんたを失うのが一番やばいの。心遣い感謝する。慎重を期すると約束しよう。ここだ。彼らが作ったトンネルは大勢のファデュイが見張っている場所の向こう側にあるはずだ。周囲の山のどこからでも切り込めるっぽいけど、やぶをつつきたくなきゃ迂回して横から回り込んだ方が良さそうだね。計画通り、正面は俺とアハウにお任せください。山の側面は見張りがまばらだ。兵隊に知らせが渡る前に急いで済ませよう。シロネ、行けそうか？うん、任せて。中が覗けるぞ。よし、この調子。この先は危険かもしれないから、あんたらは帰っていいよ。あとはうちに任せて。わかった、気をつけろよ。ファデュイが兵力を一箇所だけに集中させているということはないだろう。内側にも守衛がいるはずだ。警戒を怠るな。マービカが床をぶち抜いたの、すっごくかっこよかったよな。うん、子玉の子でもプロ並みのレベルだったわ。信頼感度あそこがファデュイのトンネルらしいな。迂回して横から入り込もう。ちょ、みんなは俺が守れ。
法の裁きを受けてくれ。これは必要な武力。永遠の主の不術。オロルンの仕業か。時間稼ぎが狙いだろう。古の時代の円盤だ。復元してみよう。これらの装置を使って円盤を操作するのかな。試してみようぜ。兵力があっちに偏っててよかった。やっぱり来たな。ほう、エンジンは正面突破を好むたちかと思ったが。問題ない、こっちの方が早い。やめろ。もう遅い。止めないと。させるか。声がした。今の甲高い音はなんだ。今だ、装置を止めて。オロル、なんで突然。動きが速くなった。オロルンってこんなに強かったっけ。までだ。え、
おかしいな。オロルンではないな。お前は誰だ？長官。お前は。私のことを覚えてくださっていたのですね。なんと嬉しい。しかし、今は緊急事態に専念なさってください。よし、止まったぞ。やはりこうなりましたか。一瞬沸き起こった正義感のせいでチャンスを逃す。昔とちっとも変わりませんね。ちょっと待った、声が違うぞ。まさかホロルンのやつ、体を乗っ取られてるのか。他人の生死など度外視し、仲間を見捨ててでも勝利を手に入れればそれでいいのです。きっとこの瞬間のために私はここに戻ったのでしょう。どうか目標を成し遂げてください、長官。こんなところでお前に会えるとは。しかし残念ながら、仲間を見捨てるなど戦士としてあるまじき行為だ。命運尽きた者のことなどお気になさってどうするのです。こやつは間もなく死ぬ、分かっていらっしゃるのでしょう。まともな魂すら持っていないのですから。ふっ。僕がもうすぐ死ぬだと。先ほどの声が原因か。装置を起動した後、地下から鋭い叫び声が聞こえてきた。なんとも言い難い声だったな。地下に、一体何が？ナタの地脈には何か秘密が隠されているのか？本当に死ぬのか。悔しいな。おお、オロルンじゃないか。今日は何が食べたい？浮かない顔をして、まだあのことを気にしているのかい？そんなに落ち込むって知ってたら教えんかったのにな。本当はみんな僕に救世主になってほしかったんだろう。救世主？はあ、聞こえはいいが、そんなもんが世の中にいるもんかね。たとえいたとしても、それがお前じゃなきゃいけないって決まりはなかろう。おや、オロルンじゃないの。お座りなさい。新鮮な果物が届いたのよ。今切ってあげるからね。他に食べたいものはない？ミートローフなんてどう？このところ食材は結構揃ってるから、食べたいものがあったら遠慮なく言ってちょうだい。この前クイミばあちゃんが作ってくれたキノコのスパイス焼きが食べたいな。あら、あれが気に入ったの？あれも実はナタの料理じゃないのよ。よそから来た商人に教えてもらったの。オロルンは商売に向いてるかもね。商人になったらいろんなところを旅できるもの。商人？オロルンは素直すぎて無感だろう。あら、優しい子の方がいいのよ。私たちのような年寄りを騙したりしないから。救世主なんて存在しないとみんなは言うけど、ならどうして僕の誕生にみんなは可能性を見出した？どうしてみんなに虚しい希望を与えてしまった？自分が犠牲になるべきだなんて思ってないけど、生まれてきたことには
きっと何か意味があるはずだ。僕がみんなにできることは何だろう。もしあの時うまくいったら、世界はもっと良くなったんだろうか。僕の存在意義は。オロルン、何ぼーっとしてるの？宿題は終わった？終わったよ。でもこんな勉強で本当にばあちゃんみたいにすごい人になれるのかな？ふん、無理に決まってるでしょ。君のばあちゃんは普通じゃないんだもの。そこらのシャーマンが一生かけて修行しても私の足元にも及ばないんだから。なるほど、ばあちゃんは天才なんだね。ま、そうとも言えるかしら。長く生きすぎたせいで人が学びたがらないことまで身につけちゃっただけかもしれないけどね。女性に年齢を聞くのは失礼よ。どんな場面でもそんな失礼なことしちゃダメだからね。わかった？わかった。別に聞いてないけど。明日は休みにしましょう。遊んでいらっしゃい。宿題はしなくていいの？出世なんてしなくていい。私みたいにすごくなったところで、それが何になるっていうの？部族の人はみんな私を怖がってる。知ってるでしょ？真面目な話をしたって引きつった顔でちっとも面白くないわ。楽しく生きるのが一番幸せなのよ。だから自分のやりたいことをやりなさい。人の意見なんて気にしなくていいの。きっとばあちゃんは僕のことを気遣ってそう言ってくれたんだろう。叶わなかったことのために自分を責めたり無理したりするなとばあちゃんはいつも言っていた。けどこれまで僕は無理なんかしたことはない。それどころか無理する機会すらないままに何もかも終わってしまったんだ。おい、また野菜の世話か？水をやりすぎると大根の根が腐っちまうぞ。ミツムシを見ていた。それで何か分かったか？今朝ミツムシが何匹か落ちていた。昨日急に気温が下がったから耐えられなかったのかもしれない。それは気の毒に。今年はミツムシの数が減るかもな。イファ、獣医って面白いか？面白いってもな。そっちこそ野菜の栽培なんて面白いのか？まあまあかな。他にやらなきゃいけないこともないから。それが正解。大半の人はぼーっと生きてる。何かを成し遂げなきゃいけないのはごく少数の人間だ。世の中そういうもんさ。やれやれ、また暴れ出しやがった。おい、部屋に入って手を貸してくれ。獣医は面白くないんじゃなかったのか？知恵と武力を駆使してこいつらとやり合うのだけはなかなか面白いぞ。おっと、まずい、急げ。イファが本当のことを言わなかったのは僕への気遣いだろう。自分の能力にそぐわないことをしたら死ぬ。それが真実なのかも。不安定な魂しか持っていないのに今日まで生きながらえてきたのはみんなのおかげだ。最初から僕は不完全な存在だった。だから魂の隙間を狙ったあの霊魂は僕の死が近いと言ったのだろう。あがいてどうする。お前のような存在は生まれてきたこと自体奇跡だったのだ。ただ目を閉じて静かに死を待てばいい。君はさっき突然現れたやつだな。
俺は戦士だ。お前みたいな臆病者とは天と地の差だな。僕は臆病者じゃない。ただ能力に限界があるだけだ。その通り。だからお前の妄想は笑い話でしかない。無能な人間に世界が救えるわけないだろう。無能な人間、救世主？はあ、聞こえはいいが、そんなもんが世の中にいるもんかね。たとえいたとしても、それがお前じゃなきゃいけないって決まりはなかろう。それが正解。大半の人はぼーっと生きてる。何かを成し遂げなきゃいけないのは、ごく少数の人間だ。世の中、そういうもんさ。楽しく生きるのが一番幸せなのよ。だから、自分のやりたいことをやりなさい。人の意見なんて気にしなくていいの。だが、このまま負けを認めたくない。オロル、大丈夫だ。俺たちに任せろ。毎回みんなが出発した後、僕はその場に立ち尽くすしかなかった。心配するなって。エンジン様のご加護があるんだ。今回も絶対に、アビスをやっつけてやるさ。戦闘能力に長けた精鋭たちはみんな前線で戦っている。僕ももっと力になりたいのに。俺たちはみんな、いずれ消えてなくなるが、お前は俺より早く死ぬ。初めから不完全な存在だからな。お前の魂が砕け散ったら、少しだけその体を使わせてもらう。長官に最後の忠誠を尽くしたいのでな。いや違う、理不尽だ。僕はまだ何も役に立つようなことをしていない。このままじゃ死んでも死にきれない。僕は君より先に消えたりしないし、運命を受け入れるつもりもない。こんな時に死ねない。いや、死にたくない。オロル、この声は。意識をしっかり保ち、自分の足で立てると信じろ。きっと大丈夫だ。僕は。